投稿サボってすいませんでしたー。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。いやー、最近私マイクラにハマっちゃって、気がつけば編集できずに一日が終わる日も最近出てきちゃったんですよね。ということで今日は数日間生活を共にしてきたスティーブを使ってカズヤマリサをボコボコにしていきます。私をカズヤマリサって呼ぶな。てか霊夢ってスティーブなんて使えるのか。いや、今回使うのが初めてなので戦いながら感覚を掴んでいきます。とりあえず何事にも資源は必要なのでこまめに採掘を進めていくわよ。お前カズヤが空中弱いからってブロック積んで空中から攻撃するなずるいぞ。よし、ここはよくわからんけどとりあえずこんな感じで置いて前投げで一旦放り投げる。スマブラでも建築力は生きてきますね。霊夢別に対して建築力ないでしょ。そしてここも前投げで遠ざけて採掘再開。さらに近づいてきたところに今度は後ろ投げ。ここはあえて下ではなく上から何年そこは読めてるんですわ。いやマジで何してんの。いや自分のブロックに引っかかるとは思ってなかった。まあまだ五分五分だから慌てず行くわよ。からのコンボに割り込ませてもらうぞ。霊夢、カズヤに五分五分は実質負けみたいなもの。ここはしっかり即死コンボ通していくぞ。いやあっぷね、なんとかなったわ。だけど 95% はやばいんじゃないか。いやいや、こっちも復帰阻止があるからね。とは言ったものの地上ではさすがにカズヤが有利。ここは空中に逃げさせてもらうね。お前それでも実況者か。はい、空を当てられたけど壁のおかげで実質無傷。てかスティーブってブロック置いたらジャンプの回数戻るのめっちゃ強いよね。そして時間差で起きてくるかなどこ。だがおかげで私のレイジドライブが溜まったな。まあレイジドライブは殴ったらいつか消えるから。あ、まずいジャンプ潰された。この間に採掘で様子見てジャンプに合わせて攻撃。残念、同じ手は通用しないぞ。やばい、全然決着がつかない。霊夢、そろそろこのゲームの勝者を決めようではないか。望むところよ。とりあえず上からかなどこ落として、上からかなどこ落として、上からかなどこ落として。